綺麗、本当に綺麗です。ここにはたくさんの綺麗な風景があります。日本みたいでしょ。でもここは台湾花蓮です。この木造建築のぬくもりが大好き。新鮮で美味しいお寿司が大好き。ここの歴史と文化が大好き。心落ち着かせるお寺が大好き。ホテルの窓から外を眺めながら熱いお茶を飲むのが大好き。来花蓮芙蓉，开始你的日式小旅行。